お疲れ様です。こんにちは、みなみです。今日はとある撮影です。はい。そして今時間があったので下場にやっております。朝活中です。現在の時刻は1時。ただ普通のモデルさんは意識高いモデルさんは、うん、むくみ取れる系を取れるんだと思う。最悪だよ。うん、むくんでるくせにね。そうだね。この現場着いたら何の撮影か説明したいと思います。それではスタート。カメラマンが一瞬変わりまして、はいです。おはようございます。これから撮影ですね。です。ということで、はい、プリモアの、はい、プリモの期待が高かった、はい、マンスリーが出ますと。うわー、わー、みんな待ってたよ。はい、いっぱいコメントあったもん。そうだよね、ずっと使ってくれてる子がいるから、うん、そういう子はマンスリーの方が楽だったりするんだよね。はい、はい、ということで出るんですけど、まあ、その出るっていうのはまだちょっと先の情報でございます、はい、こういうの結構時差あるんですよね。そうですよね、はい、夏ぐらいとかかな、ざっくり期待をしてもらって、うん、はいはい、撮影だけしていくんですけど、で今日はなんといつも通りイムタンさん、イエーイ。今日はイムタンさんの方でもちょっとメイク動画を撮らせていただきます。楽しみですね。楽しみです。イムさんのチャンネルでは初めて出演されてる。初めてです。ねえ、いつも見てます。見てます。ここにもいます。ルームツアー見ました。え、私も見ました。ちょっとどうでもいい話一個していいですか、うん、さっきタクシーでちょっと2人だけしたんですけど、あのね、最近僕猫飼い始めまして、預け親がみなみちゃんなんですよ。でクリスマスイブに生まれたからイブって名前なんですけど、うん、あのね、奥さんがね、よくね、イブターン、イブターン。それがもう、イブターンにしか言えなくて、いるのってなったらめっちゃ見ちゃう。イブターン、私もでも、初めての現場とかで、知ってる人が、イブターンって呼ぶと、はい、初めての人が、え、なんて呼ばれる、イブターン、イブターン。ああ、すごい。じゃあ、ほぼ一緒ということで。ほぼ一緒。ほぼ一緒。じゃあ、はい、本日は、よろしくお願いします。今、どっちで言いました？イムタン。ちゃんと言いました。イムタンみたいで。よろしくお願いします。長丁場ですけど、お願いします。はい。完成しました。かわいい。かわいい。かわいいわ。かわいい。プロって素晴らしいです。素晴らしい。ありがとうございます。いやー、すごい。衣装がもう素晴らしい。衣装めっちゃかわいい。じゃーん。ギャル。かわいい。じゃあ、こっち撮影頑張ります。はい、頑張ってください。今、カラコンをつけております。まだカラコンの詳細は、秘密ですので、ちょっと皆さんお楽しみに。いやすごい。わーお。かわいい。わー。大体。厚底のおかげでございます。いやいや。これはもう、アクスタだね。適用の写真撮影です。OK です、ありがとうございます。今日のお昼ご飯はカレーです。気をつけてくださいね。言うて私も白っていうね。カレーで汚したことないから。めっちゃフラグっぽいからね。うん、確かにやめとこ。ちょっと撮影が押しておりますので急ぎます。はい、いただきます。いただきます。やっと開けれた。ずっとあの、うん、ま、久しぶりに。あ、そうなんですね。オーベルヌジーヌ。ミナミちゃんの撮影でこのカレー頼むの初めてです。いや、今はね、はい、1年前。もう1年前なんですね。ね、でもなんかまだそれ1年しか経ってなくて、もうちょっと。クリスマスの
あのビジュもめっちゃ良かったから、もっとポスターか、そうポスターとかめっちゃ可愛かったね。使い続けたかったです。本当にめちゃくちゃ良かった。あれみなみさんアイコンしばらくあれにしてたよね。してたしてた、クリスマスの時期にしてた。もうあれ全店は入れられなかったので、毎日あの家の近くにいなかったので遠征しましたみたいな、連絡をいただいて、すごい、今年もクリスマスあるんじゃないかって思われてる。嬉しい。皆さんさえ OK だと思います。お願いします。新しい衣装です。違う、2つ目の衣装です。かわいい。今回のスタイリングは全部かな、このライブのモニョンちゃんを参考にしたみたいで、スタイリストさんがね、あとカラコンのスイートさんがこういうイメージでっていう、そう、それがね、全部モニョンちゃんだったんですよ。めちゃくちゃ可愛い。慣れないですけど、モニョンちゃんにはもちろん慣れないですけど、はいはい、参考にされているみたいです。なんかなかなか見ない感じで、うん、いいですね。でもやっぱさ、流行りの最先端よ、うん、韓国って。うん、みなみさん、カレーの後で歯は大丈夫でしょ。あの、ガムない、キシリトールの。お茶あれ見なかった？あのお茶入ってる袋。え、そうだから、それ見てないんだよ。え、南さんバッグ探してました。うんうん、あのね、お茶とね、これ100均で買ったお茶と何かと何かが入ってるやつにガムが入ってるんだけど、多分どっかに置いてあるよ。いっぱいあった、あった、あった、私がやりました。おい、お前じゃないかい。僕たちがやりました。お前じゃないかい。お待たせいたしました。イムタン天才です。ありがとうございます。やばい、ガム見つけた。ガム見つけた天才。なんでメイクさんになろうと思ったんですか。やばい、なんで。難しいなりたいと思ってなったわけじゃない。感じ全くなりたくなかった。そうなんだ。最初はヘアメイクって何って感じ。あー、そうなんだ。でもなんかきっかけがあって、うん、メイクさんにやってみる、で練習しに来てみるって言われてやり始めた。すごっ。ただ全然興味も何にもなかった。そうなんだ。美容に興味がゼロ。え、でも美容学校とかじゃ行ってなかったってことですか。一番最初行ってなくて、うん、でもね、後で行った結局。まあ、やっぱそっか、行くんだ。モテそうな人の唇。モテそうな女の唇。モテそうな女の唇。うわ、かわいい。かわいい。セルブの02セルピンク。セルピンク。え？待って、何これ？かわいい。指はないか、挟まってるとこは。かわいい。うわ、いや、え、なにこれ。ありがとうございます。あ、かわいい。かわいい。すごいよ。3つ目の衣装です。赤です。レッド。新しいカラコンつけてます。茶色です。めっちゃ可愛い。あ、本当にスタイリストさんとメイクさん天才。マジで天才。さっきからずっと言ってる。可愛く着てくれるからって言ってます。今日は、マジで可愛い。首の詰まり具合が気になりますね。あ、じゃあこれ、はい、
お願いいたします。新しいレンズをつけております。お楽しみに。すごいビジュアルができました。すごいです。天才です。天才です。かわいいじゃん。横めっちゃかわいい。ね、この球技わかる。わかるよ。わかる。うん、このウクライナグレーをずっと欲しかった。ラストの撮影でございます。めっちゃ可愛い髪型。カラコやばくない？超可愛い。はい。携帯見て。そうですよ。そう。かわいい。うん。うん。でもマジでみんな楽しみにしてほしい。今出てる情報的には、うん、プリモアさんのマンスリーが出まーす、まあ、カラーとか詳細はもうしばらく、はい、しばらくお待ちください。でも本当にマジでみんな喜んでもらえると思うし、自分も嬉しい。はい、もう予想以上に可愛く写真撮れたし、カラコンもマジで可愛いから、うん、情報出てからチェックしてもらいたいなと思ってます。はい、以上プリモアさんの、マンスリーの実用撮影でした。ありがとうございます。せーの、最後見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。1時間巻きで終わりました。素晴らしい。1時間押してたのに ね